お母さんとかお父さんとかのフルネームのアカウントとかでアンチコメントとかそういうのをねしちゃってる子がいるんですけど、自分のそのしたアンチコメントを見返したりとかしてますか？コメント書いたのに消されたんだけどみたいな。コメント欄が閉じられちゃうことについてお話していきたいと思います。フォローする基準って何ですかっていう質問についてです。パカ、サヤだよ。パカ、リサだよ。サヤリスチャンネルです。はい、今回はタイトルにもあった通りアンチコメントについてのお話もするんですけど、視聴者さんの中にはコメント消されたんだけどとかそういうのを思ってる方もいると思うんですけど、そういう方に向けてのお話だったり、あとはサヤリスチャンネルでよくあることなんですけど、コメント欄が閉じられちゃったり、よくあるコメントの中から返しづらいなって思うようなコメントなどを紹介していきたいと思います。まずはアンチコメントについてなんですけど、結構有名な方でもアンチコメントって届いてると思うんですよ。で、サヤとリサだともうほとんどもう絶対届いてるんですよ。みんなからしたらたった一つのコメントだと思うんですけど、うちらとかからしたらすごい傷つくコメントなので、そこをね分かってほしいなって思います。ネットだから気軽に言えちゃうっていうのもあると思うんですけど、まあ、例えばリサちゃん死ねとかだったら直接本人に言えますか？友達とか学校の友達とかに本人に死ねって言えますか？うちは言えないんですよ。まあ、ネットだから言ってもいいとかそういうなんじゃなくて、多分同じだと思うんですよ。だからこれからは送信前にちょっとね確認してから送ってくれるといいかなって思います。で、結構ねよくあるのが、お母さんとかお父さんとかのフルネームのアカウントとかでアンチコメントとかそういうのをねしちゃってる子がいるんですけど、そういうねことをしちゃうとお父さんとかお母さんとかに迷惑かかっちゃうから、本当にそれはやめた方がいいと思います。で、アンチコメントをした時に自分のそのしたアンチコメントを見返したりとかしてますか？そのアンチコメントに対してのアンチコメントみたいなで、結構ねすごいことになっちゃってることとかよく見つけるんですよ。で、まあさっき言ってたね、例えばまあリサちゃん死ねみたいな、まあそれをねお父さんとかの名前とかでしちゃうじゃん、フルネーム、そうそうそう。そしたらそこのコメント欄とかにもうどんどんそのコメントに対して攻撃みたいなのがブワーってあるんですよ。本当にそれがすごいことになってるんですよ。で、この動画を見てるお母さんとかお父さんとかがいたら、この自分のアカウントとかでこの何その子供がなんかコメントとかそういうアンチコメントとかをしてないかとか、ぜひね本当に確認してほしいです。よくママとかはなんかこのコメントなんかお父さんとか知ってるのかなとか親知ってるのかなってすごいね心配してるとこめっちゃ見かけるんですよ。だから本当に確認した方がいいと思います。で、次なんですけど、コメント書いたのに消されたんだけどみたいなコメントを見かけるんですけど、 YouTube 側が不適切なコメントだって判断した場合は勝手に非公開にされちゃうんですよ。だからコメントの中に不適切な言葉が少し入ってたりしたのかなと思います。あとはよくあるのがなんか www みたいな、わらわらみたいな感じで意味で使ってると思うんですけど、そういうのを並べたやつとか、あとはこう丸々丸々丸々丸みたいな感じで記号をね連続して使っちゃうみたいな、そういうのも消されることがあるんですよ。まあ、私はなんか W たくさん打ちたいの分かるんだけど、 W を1個にするか漢字の笑いの笑をたくさん打つかどっちかにした方がいいと思います。そうね、はい。で、次なんですけど、コメント欄が閉じられちゃうことについてお話していきたいと思います。YouTube 側に、まあ、勝手に閉じられちゃうんですよね。で、なんかママに言って、で、まあ、無理やり開けてもらうんですよ、設定のところで。うん。でもなんかまた少し経ったらまた閉じられちゃうっていう、まあ、戦いなんですよね。でね、まあ、何回か開いていくうちに、まあ、開いたままみたいな感じで開くことはあるんですよ。だから、まあ、コメント欄閉じられてるなとかって思ったらちょっと待ってからまた来て、開いてたらコメントしてくれると嬉しいです。嬉しいです。ただし永遠に閉じられちゃうこともあるんですよ。もうそうなったらもうママの完敗ですね。理由としては YouTube の AI が
子供向けの動画だぞって判断したか、その動画を見ている視聴者さんが子供が多かったとか、そういう場合で閉じられちゃうことがあります。踊ってみたのスマイルとかは、まあそういう感じになっちゃってます。ママが、まあ、裏で戦ってるということで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後に、まあよくもらうコメントで返しにくいなっていうねコメントを紹介していきたいと思います。はい。1つ目、〇〇呼び許可してくださいとかっていうコメントについてです。まあ一つ一つのねコメントに返せないんで、ね、この動画で言っちゃうんですけど、もうね好きに呼んでください。もう何でもいいです。もうさやうんことかでもいいんで、好きに呼んでください。ちょっと汚いよ。はにゃ。全部の SNS で OK です。 OK です。次、どのくらい認知してますかっていう質問なんですけど、で結構あることなんですけど、うちは認知してるんだけど、リサはなんかあんまり覚えてなかったりとか、逆に言ったらうちがなんかあんまり覚えてないけど、リサはすごい覚えてるとか、そういうのがいろいろあるので、まあどっちかが何パーとかっていうのもあれなので、ちょっとね答えづらいなって思います。次、フォローする基準って何ですかっていう質問についてです。で、まあ基準っていうのは明確には決まってないんですけど、こうフォローしたらフォロー中とおすすめのとこのフォロー中ってところに出てくるじゃないですか。だからまた見たいなって思ったりとか、そういう方とかはフォローすることが多いです。あ、ごめんなさい、これはね本当に TikTok の話です。 YouTube とかの話ではありません。ごめんなさい。本当にたまたまみんなが作ってた動画を見てたりした時に、うんうんうん、なんかこの人の歌詞動画他にはどんなの作ってるんだろうって言ってアカウントの方を見に行った時に、すごい可愛いのとかがあったりすると、なんか次はどんなの出るんだろうとかっていう風になってフォローすることもあります。まあね、一人とかだと結構勝手にフォローしちゃったりとか、なんかそういうね、そういうのがあるから、結構二人で見てる時とかにそういうのがいろいろ重なってフォローしたりとかがあります。で、さやの個人アカウントの方はあんまりフォローはしてないです。で、顔出ししてる子とか実際に会ったことのある人とかはフォローすることもあります。そんな感じです。で、リサの TikTok の個人アカウントはもうなるべくフォロワーするようにしてます。なんか1日の制限みたいなのがあってフォローできる。で、それでできてない人もいるけど、もうなるべくフォロワーしてみたいな、もう全員をフォロワーするのを目指してます。なんでしようかと思ったかというと、なんかそっちの方がみんなはなんかうちおすすめ中でファンの子どんな子がいるのかとかって見るの、私だから、私はフォローしてるだそうです。次、あだ名つけてほしい。うん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 。人のあだ名を決めるっていう責任が取れないんです、私。わかりますか。うん、責任取れますか。なんかこれで大丈夫なのかなみたいなのあるよね。うん、そのネームセンス、あだ名をつけるセンスがないんですよ本当に。うん、そう、だからなんかそれだったら、例えばあだ名をつけるのが上手な友達とかにつけてもらった方がすごい自分からしてもなんかすごい嬉しいかなって思います。やっぱさやとりさんみたいなちょっとネームセンスがある人よりはいいと思いますね。はい。じゃあ次、エメマつけてほしいっていうコメントについてです。なんかもうあだ名よりも、もう絶対つけられないってなって、もう絶対つけられない。あ、ちょっと髪がすごいおかしいことになった。本当に申し訳ない。で、あのそれはなんかイメージマークじゃないですか。うん、あだ名っていうのは名前からちょっとは想像できるじゃないですか。さやみとかでもイメージマークはその人がどんな生活してるかわからないじゃないですか。最後、どうしたらさやりサイン委員会に入れるんですか。あー、そういうコメントね。うん、委員会っていう、さやりサイン委員会っていう言葉が入ってるから、なんかうちらになんか許可が必要とか思っちゃってる方もいると思うんですけど、まあ全然、もう全然入ってもらって構わない。ファンネームだからね。そう、他の人たちのファンネームと同じでね。そう、うちらのこと好きって思ってくれてる人が、まあ、名前の横とかに少し書いてくれるとめっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい、本当にこれから嬉しい。でもあの少しあれなんですけど、まあ7文字スペースが必要なんですよ。でさらにファンマークもつけてくれると8文字必要なんですよね。だからすごい、なんかもともとの名前が長い人とかあんまりつけにくいかもしれないんですけど、でもつけてくれたら本当に飛び跳ねるんで、本当につけてください。本当にご協力お願いします。あ、強制じゃないです、全然強制じゃない、本当に。はい。
はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。あ、ちなみにこれね、コメントのね、月、あ、ごめんなさい、バター、ユーティーバター。